仙台市地下鉄南北線、泉中央駅周辺泉中央通り、泉中央福都心とは、仙台市の福都心の一つで、かつ、同市泉区の中心部のこと。仙台市都心部から見て、北に位置し、泉中央駅を中心として広がる。JR 仙台駅から、泉中央交差点まで一般道経由で北に 7.4km、仙台市地下鉄南北線で、 仙台駅から泉中央駅まで約8 5キロメートルの距離である。泉中央副都心は20世紀に7北田川の貸し岩球に計画的に造成された仙台市の副都心である。開発としての定義では旧泉市が計画した泉土地区画整理事業による造成地のことで対象面積101.08ヘクタール、総事業費68億円余りで、 1980年に着工した対象地域はもともと旧七北地区の西側に広がっていた棚田地域で、現在は商業業務地域となっている。また、ユアテックスタジアム仙台でベガルタ仙台の試合がある日には人通りや渋滞が激しくなる地区である。地下鉄では泉中央駅、自動車では泉中央通りと泉が竹通りが交差する泉中央交差点。 バスでは泉中央駅はスプールが滞留地となっている。可視段級の高低差を利用したペデストリアンデッキや歩道によって歩車分離がされており、旧七北軸との間は歩行者専用道路の水線通りでつながれる。なお、ペデストリアンデッキの階段や地下鉄の出入り口付近にはロードヒーティングが施されているため、降雪があっても積雪せずに溶けるようになっている。 七北田公園の芝生広場越しに見た、ミルポート S の鏡の球体泉中央、駅前ペデストリアンデッキの階段の天蓋になっている、噴水付きのガラスのピラミッドなお、泉中央の公共の建造物は、当時の建築の最先端だった、パリのグランプロジェの建物からの衣装借用が多い、ことで知られる。例えば、ミルポート S は、ラビレット公園のラジェオード、 ペデストリアンデッキなどにあるのガラスのピラミッドは、ルーブル美術館の中庭を模している。泉中央は、北側の富屋丘陵から出る、樹脂状の丘陵と、南側の七北田丘陵の間に挟まれた、登流する七北田川沿いの北側貸し団球にある。川に、最も近い団球面には七北田公園があり、堤防のすぐ後ろの荒廃湿地には、池や噴水、その一つ上の団球面に、 芝生公園や、ユアテックスタジアム仙台のグラウンド、さらに一つ上の段球面に諸施設と公園入り口がある。その一つ上の段球面から商業施設、オフィスビルマンションなどに利用されている。この段球面にユアスター入り口、泉警察署、泉中央駅、バスターミナルセルバなどがある。さらに一つ上の段球面に、アリオ仙台泉や泉区役所があり。 さらにいくつかの弾球面があって、証言団地で頂上になる。このような、貸し弾球の工程を利用して、地下鉄は七北、田川を溶かして、弾球崖から侵入し、七北田公園の芝生広場程度の高さの地下で、泉中央駅舎となっている。また、バスターミナルの上にある、ペデストリアンデッキは、バスターミナルと同じ弾球面にあるセルバでは2階に、つながるが、 その北側の一つ上の段球面にある伊東洋華道には1階でつながるなど、高低差を利用して巧みに歩射分離した動線が設定されている。なお、七北田川南側の貸し段球には、八乙女駅及び周辺商業地があり、泉中央駅周辺と一体的な商業地を形成しているが、泉中央副都心には含めない場合もある。仙台都市圏。 北部エリアの玄関口となる地下鉄南北線、泉中央駅は仙台駅に次ぐ利用者を誇るターミナル駅となっている。周辺では朝夕を中心に慢性的な道路渋滞が発生する。泉市の中心部は江戸時代の仙台城下町から欧州街道を下って最初にある宿駅七北宿を基礎に発展した昭和40年代までは 江戸時代の旧宿場町の外村の範囲に加えてその東側のかつての田んぼが市街地化したが、後に泉中央副都心となる西側は田んぼのままだった。1977年に西側の田んぼの中に泉市役所が移転し、1980年からは区画整理が始まった。1990年代になると仙台市との合併の際のバーターで多額の 公共投資がなされ、急激に発展していく。ただし、1992年の仙台市営地下鉄南北線、泉中央駅開業時に至っても、まだ平面利用のロードサイド店舗がほとんどを占めており、仙台北部のベッドタウン住民が自動車でアクセスをするショッピングゾーンであった。買い物客の流入像に従って、土地を求めて区画整理事業の外の地域、 特に泉が竹通り沿いの東の市名坂方面に向かってロードサイド店舗が張り付き国道4号仙台バイパス沿道や南の八乙女駅周辺を含めた広い範囲が泉中央あるいは泉という証券を形成したこの時できたロードサイド店舗は従来より大きな駐車場を併設したため都心部と泉中央と結ぶ県道仙台線線沿いにあった 従来型の小規模な駐車場併設のロードサイド店舗は営業不振に陥り、一方で泉はロードサイド商業のメッカになった。一方、1991年の証言トンネル開通により、泉中央駅より北に位置する富谷町などからのアクセスが容易になり、富谷町の人口の急激な増加と相まって仙台市都心部へ通勤、通学する者が 泉中央駅バスプールで乗り換えるようになると、人の滞流が起きるようになり、少しずつ徒歩でショッピングするゾーンに変化が始まった。1997年に仙台スタジアムが完成し、後のベガルタ仙台がホームスタジアムとして使用するようになると、仙台の顔の一つである街になってきた。泉中央駅周辺の渋滞や富谷町のさらなる人口像により、 ロードサイド店舗の立地の中心は、証言がある丘陵の北側、すなわち、洋外川沿いの国道4号が通る谷底平野へと移り、さらに両脇貸し段丘から尾根を越えて、富谷町へと広がって、より巨大な駐車場を備えるようになった。一方の泉中央は、周辺にマンションが隣立するようになったこともあって、徒歩移動者が増加し、店舗も必ずしも広い駐車場を設置せず、 4から5階建てのビルも増え、泉中央駅の西側に飲み屋街も成立している。泉中央副都心の夜景、ありがとうございます。